こんにちは福井教育支援サークルの吉田ですえ今日は知らない漢字を楽しく覚えるということで、友達の名前を漢字で書くということについてお話をさせていただきます。えー、友達の名前を漢字で書くという実践。私は向山陽一先生の本を読んで知りました、えー。やることはとても簡単です。子供たちの、ね、名簿を配布します。5、6年生なら大体できます。 えー、そしてね、子どもたちに名前のね、えー、漢字テストをするというふうに予告をします。クラスの友達の名前ぐらい漢字で覚えようというふうに言うんですけれども、子どもたちは習ってない漢字がある、とても無理なんて言うんですけれどもね、えーまあ、そのままね、練習時間として1時間取った覚えがあります。えー、ね、子どもたちはね、書き方とかね、難しい漢字については押し合いながら練習してたと思いますね。結構楽しそうにしてたと思います、えー。そしてテストの予告をして、漢字テストをしました。 これははですね、100点を取る子はいなかったように思いますね。なかなかね、人の名前に使う漢字というのは難しいものがあります。それにしてでもですね、こういう発想ね、身近にある漢字を使って漢字に親しむ時間を取るという発想、なかなか浮かぶもんじゃないですよね。本当に、向山先生ってすごいなというふうに思った実践でした。ぜひね、先生方も挑戦していただきたいと思います。 はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の事業力向上のお役に立てば幸いです。